日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらのトルティーヤチップスにこの業務スーパーで買ったヘーゼルナッツチョコレートスプレッドを塗って食べたいと思います。トルティーヤに甘いものって合うのかなっていう気もします。まあそのあたりは自分の責任でやります。ものは試しとも言いますからね。ではどんな感じなのかな。チャンネル登録よろしくお願いします。こん中身はこんな感じですね。まあよくあるチョコレートスプレッドという感じではありますね。ではこれはもうこういう風にいった方が良さそうですね。あ、はい、こんな風になりました。ではいただきます。まあ悪くはないかなっていう感じですね。ただこのチョコレートかなりいいですね。パリパリとした食感が楽しめるので悪くはなかったですが、全体的に甘さが強烈なチョコレートなのでトルティーヤの塩気はちょっとどっかに行ってしまいました。ただ甘くてパリパリな食感を求めている方にはおすすめな組み合わせです。ピンポイントすぎる。なんかロイズとかにあるようなチョコレートを塗ったポテトチップス、それに近い感じでしたね。なので決して悪くはない組み合わせでしたと先ほども言いましたけどね。はい、というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。チョコレート、このチョコレート多分パンとかに塗っても本当美味しいと思います。それでは雷の中を走るかなシンデレラ、悪天候の中舞踏会に行ったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。